ご視聴の皆様おはようございます。吉高です。もうリアル武器大好きな私にとっては以前から気になっていたのにまだ手を出していなかったサブマシンガンの SAC を今回持ち込んで走り回ってきましたので、その模様をお伝えします。リアルの武器といえばあの見栄えのする XMG ですね。あれにばかりかまけていて、他にもあるデュアル武器のことを忘れておりましたので、思い立ったら吉日ですね。早速使っていきたいと思います。それでは行ってきます。まだ使い始めてまだ間もないので、レーザーサイトも何も出てない状態でこうデュアルの場合当てていくのがちょっと難しいかなと思いながら、ちょっと探りながらですね。後ろ見るか。あ、やられてらっしゃる。この距離はどうなんかな。あ、OK。アドバンストライフルとかいるのかなと思ったけど、中距離、近距離のちょっと中距離よりぐらいなら当たるかな。中にいっぱいいるな。どうしようか。うん、いいか。OK。これは、あ、OK、当たるな。あ、しかしまだ無駄玉が多かったかな。武器は現地調達。お借りします。あー、人気の ASM1 ですね。 OK、 これは使い慣れてるからよかったな、拾った人。しかし被弾しすぎて周りがよく見えない。と落ち着いていこう。中からディスコンしたな。アタッチメントなしでもそこそこ使いやすい、意外とね使いやすい感じですね。リアルの武器の中ではかなり。ただあの打ち始めが XMG もそうだったんですけど、なんかこう構えがちょっと遅いんですよね。それともコントローラーの問題なのかな。まあ中にいるな。 OK、 ダブルキル。ちょっともうツーマンするか。ウィンドウィークスタイル。 OK、 知り得ていただいた方も OK。 しかしあ、ちょっとね、ダブルキルを連発していい気になってました。すいません。うまくいった時こそ周囲を警戒しなければいけません。さあ警戒して、ライトグリーン、レフトグリーン、アップグリーンじゃねえあそこはな、私も自分もそこ打つのに上を確認するのが遅かったな。また中にいる。あそこ好きですね。カウンターの内側っていうか、もう一回行ってみましょう。踏んでいくスタイルでいけるか。見つかる前に飛べばいい。ケイ仕入れていただいて、やっぱ打ち始めが遅いんですよね。構えるために L2、R2 押してから1秒ぐらいかかってる気がするな。その間に死んでしまう可能性大ですね。ここ上見る。ケイ、あ、もうちょっと止めるか。あー、もうちょっと立ち回りうまくやらないと無駄玉が増えて、あれ誰か踊ってる。え、どっからライトある。そう、違う、ここじゃないな。え、やっぱそこにいる。そこにいたのか。あ、なるほど、ここに照明があるのね。 OK、 弾が足りない。武器は現地調達。調達する前にやられるパターンが多いですけど。あー、またここにいる。ここ好きだな、照明あるのに。結構あそこは角にいても分かるのは分かるんですけどね。いや、届かない。あ、気持ちは前に行ってたんですけど射程が届かない。うん、でも一応警戒していってみるけど、あの距離も厳しいか。無駄玉がちょっといけなかったかもしれない。うーん、厳しいね。やっぱドアのところはちょっとあんまり粘ってもしょうがないな気はしてきましたけど、いろいろやってみたい。 OK、 この距離はいけるんやな。 OK、 学習した。リロードもかっこよくてとても気に入ってます。いい感じです。ただサプライであんまり出てないのがちょっと寂しいところ。まだこのミサリーかな、なんかこれ1本しかまだなんか使いたいのが出てないんですよね。すいません、まだあの気管支炎が治ってなくてですね、時々咳が出そうな感じなんですけど、ちょっと息はどこだ。痛い。あー、もうちょっと近くに着地しないとダメだな、せっかく飛んでも。でもまだここにいる。ベンチの上でいいポジションだな、面白いな。
構ファストハンド持ってきてるんで、キャンセルはちょっと間に合わないですけど、空中でリロードするには、もう移動中のリロードには欠かせないですね。でもちょっとまだ無駄玉が多いので、これはいずれ、あーそうそう、うまいこといかんかったな。これいずれスカベンジャー持ってきたいですね。アドバンストオフェア遊び始めて3ヶ月ぐらいになるんですかね。11月下旬に発売だったので2ヶ月経ちますか。なんかコントローラーがね、皆さんも思うかもしれないですけど、 L スティックのやり方が半端じゃないんですよね。今なんかダッシュがうまくできなくて、なんかかなり押し込まないと動かない感じなんですけど、 L スティックだなんとか、なあ届かん、 L が L スティックもちょっとアウトやな。コントローラー変えなきゃダメか。よいしょ、届きそうで、あーこれは粘ってもしょうがないな。欲が出ちゃうんですよね。なんかいけそうな気がすると思って、あこれは届くもんな。うわっと、ここで同点、あと2点か、あっとここで終了です。やばいな、ちょっと私今回デス数結構多いんで足引っ張っちゃったかもですね。でも接戦でとても楽しかったです。リアル武器、このサブマシンガンの場合やっぱ射程が短いんですけど、それを補ってあまりある機動力がありますので、なんかこう走り回って踏んでいくスタイルをちょっと確立したいですね。とても気に入りました。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。吉高がお届けしました。失礼します。